私の強みは大学入学以来ずっと同じアルバイト続けてまして、今のところ結果がポンポンポンみたいな字面上バイトを4年働いてたって終わっちゃうんですよね。どうもしゅんです。こんにちは。今回は22卒の方の模擬面接企画ということで、実際の就活生の方と面接官の方に来ていただいてます。実際に面接も今10社ぐらい受けられたということで、改善すべきポイントとか今後受けてく企業さんの合格率とかちょっとでも上がったら嬉しいなっていうふうに思ってます。山本さん、簡単にでいいので自己紹介の方でよろしくお願いいたします。はい、僕は今京都に住んでる22卒の獣という大学生をしておるんですけど、偏差値はその38から40のちょっと、レベルが、まあ世間でいう F ランク大学みたいなところに通ってるんですけど、でそこからちょっと3月ぐらいから就職活動して、ちょっと今10社ぐらい本当に営業と金融と不動産を受けて、そこから現在になるんですけど、はい。で、はい、今は内定がないっていう状況で、はい。ですね、はい。ではですね、まず弊社をですね、希望されている理由というものを教えていただいてよろしいですか？金融系の仕事は、その、人のお金を実際に扱ったりとか、融資をしたりとか、非常にこう、繊細な、お仕事だと思うんですけど、そういう、まあ、大事な仕事というか、責任が重い仕事に就きたいなっていうのを僕は思ってて、で、そういう人のお金をこう扱う仕事ってなかなか普通に生きてる分にはできないと思うんで、そういう理由で、志望させていただいております、はい。責任を持った仕事をしたいっていうその背景みたいなのを教えていただいてよろしいですか？そうですね。その、まあ、営業をさっき志望してたっていう理由も、その、車とか不動産とか、それも人の一生に関わる、お仕事やと思うんですけど、で、その金融もその、もう本当にミスがあったら、本当に、なんていうんですかね、その、もう大変なというか、もう本当に1円単位でも狂ったら大変なんで、まあ、その、僕、サークルの代表で一番上に立ったことがあるんですけど、そういう、まあ、理由から、ちょっと一番上に立つのが、まあ、大変であったり面白いっていうのも分かってるんで、まあ、そういう理由でちょっと責任感が重い仕事をしたいなっていうのがありますね、はい。特にその金融というのが軸というよりも、それが達成できる仕事っていうのを志望していて、その中の一社が弊社というような形になります。そうです。で、今先ほど話の流れでサークルの代表を務められたということもおっしゃってたと思うんですけども、まあ、学生時代に、まあ、特に力を入れていたことについてお教えいただいてよろしいですか？それも先ほど言ったとおり、そのサークルの代表を自分から本当に一から立ち上げて、それの運営をしてたのが、僕がしてた本当に学生時代に本当にそれに力を入れたことで、具体的にそのどういうことをしてたかというと、まあ、SNS とか、まあ、自分の知り合いとかに声をかけて、その友達を増やすっていうようなサークルをしてまして、でそれは2時間ぐらいそのイベントスペースを貸し切ってやるっていうような、内容のサークルになるんですけど、で規模はだいたい10人から15人ぐらいの感じで、月に1回ぐらいやるっていうのを、僕は作ってたサークルの内容になりますね。どういった背景でそのサークルを作られたんですか？僕の大学にその僕が入りたいサークルがなくて、そういう友達を増やしたいだとか、そういうサークルがなかったんですね。本当に運動系ばっかりとか、その僕そういう運動とかしてないんで、その運動ができひんと、でもその友達は増やしたいとなった時に、それやったらもうそういうサークルが自分の大学にはなかったんで、一から立ち上げたらこれ面白いんちゃうかなと思って立ち上げましたね。でそのサークルの立ち上げの中で特にこう苦労したこととか注力したことみたいなことを教えていただいてよろしいですか？人を集めることと、あと一番上に立つ責任の重さですね。イベントスペースを貸し切るんで、その赤字とかになっちゃうと全部僕の例えば責任とかになっちゃうんで、そのお金をどうするかだったりとかで、まあ、他にもいいサークルがあったりとか、その同じようなサークルでも他にももっとその何百人単位で集めてるサークルがあったりとか、そっちに行っちゃう人とかも多いんで、そこがやっぱり苦労しましたね。そこでどうやって集められるかっていうのは。次はですね、獣さんの強みと弱みについて教えていただけますか？
私の強みは、これはアルバイトの話なんですけど、僕はそのアルバイトで同じ場所でずっと大学入学以来ずっと同じアルバイト続けてまして、それが薬局になるんですけど、で、僕はまあ一つのことを続けられるっていう、それに対して没頭できるっていうのが、強みになっておりますね。はい。で、弱みは、ちょっとまあ、繊細なところがあるのが弱みですね。ちょっと気になったりとか、そうですね、ちょっと気になったりとか、メンタル面が、弱かったりだとか、そこが弱みになりますね。はい。その弱みについて、今何かケアされてたりとか、改善に対して取り組んでいくこととかってありますか？とりあえず、寝るっていうのが、本当に気分が落ち込んだら寝るっていうのが改善方法ですね。はい、次の日起きたら忘れる。はい。大体。いや、それじゃないよ。寝るってすごい大事。まあ、メンタルヘルス的にはいいと思うので。では、こちらからの質問は以上になります。山下さん、今面接官だったら通すか通さないか一旦札を上げていただいてもよろしいでしょうか？一時ですか？一時面接ですね、一旦。こうなっちゃうんですね。というのもなんか受け答えとかじゃなくて志望動機弱いなっていうのが感じちゃって、何にでも言えるなみたいな志望動機なんですね、うんうん、もうちょっとその業種、山下この企業っていうところが分かりやすいものの方が触りやすいかなっていうところ、あとはアピールポイントが多分ね、アピールできてないんじゃないかなって。相手の面接官でこうスケジュールとかが決まっててもパンパンでこの時間にやらなきゃいけないとかあって、何考えて何を作ってどういう結果になったかみたいなのがやっぱりないと、字面上バイト4年働いてたって思っちゃうんですよね。そこはなんでバイト4年続けたのかとか、でも人間関係の問題とかもありますし、就活とか、まあ、自分のライフスタイルとかサークルとかで忙しくなっても事前にこうちゃんと調整しておくとか、信頼関係を築けてたとか、そういったところで、まあ、なんでそれができたのかみたいな、今のところ結果がポンポンポンみたいな感じなんですよね。うまくアピールできるようにしておくと、あ、この人ってこういう考え方で動く人なんだな、こういう人間なんだなっていうのが伝わってくるかと思います。僕が聞いたことをまとめて話してくれれば仕事機会は全然良かったかなと思います。エピソード的に弱いとか強いとかっていうのも考えれるか考えれないかで言ったら、こうしたらロジックはあったみたいなタイプだったと思うので、うん、それちゃんとこう自分の中で明文化しておくと相手に伝わりやすいのかなって。まあ、弱みは気持ち的にこれやってますよみたいな言っといた方が、あ、この人弱みを放置しておくタイプじゃないんだなって思ってもらえるかなっていうのがちょっと気になったぐらいですかね。本日の感想を獣さんの方からいただいてもよろしいでしょうか？面接の場数が僕は少ないので、弱みの部分とかも即興でちょっと言ったんで、もうちょっとその自己分析をしながら、これをやりました、その理由はこうですみたいなのをもっと書いていった方がいいのちゃうかなというふうに思って、今後はそういうふうにしていきたいなというふうに思います、すごい成功しそうだなっていうふうに個人的には思ったので、これから頑張っていただけたらなと思います。めちゃくちゃ応援してます。ありがとうございます、はい、ということでお二人の SNS は下の概要欄に貼ってあるので、よかったらフォローお願いします。ということで本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん、概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。